ラサンキシマトリニダーデパラナとヘスウスデタバランへのイエズスカイ伝道諸群はパラグアイにあるユネスコ世界遺産の登録物件名。2017年の第41回世界遺産委員会終了時点ではパラグアイ唯一の世界遺産である。パラグアイのイエズスカイ伝道諸群は17世紀から18世紀に 南アメリカ大陸各地に築かれた先住民のキリスト教家のための小規模集落群の一環である。パラグアイには現在ラサンティシマトリニダーデパラナ、ヘッスデタバランゲ、サンコスメイダミアンの三つの遺跡が残るが、最初の二つが世界遺産に登録された。ラサンティシマトリニダーデパラナは、パラグアイのイエズス会伝道書遺跡。ラサンティシマトリニダーデパラナは、地元の人々から渡案に、 トリニダー遺跡と呼ばれる。これはパラグアイ南部やアルゼンチン北部を含むパラナ川流域に残る伝道所跡の一つである。パラグアイでは最も身近な観光地となった史跡でもある。エンカルナシオン市近郊に位置するトリニダーは1706年に建造された。この伝道所は時給時速の集落が起とされ、中央広場、大教会、集会場、学校、 作業は、博物館、先住民用の住居群などを備えていた。1767年のイエズス海帯巨礼の後、地域でのイエズス海の影響が薄れ、トリニダーも廃れた。廃れた後のトリニダーは風化作用で朽ちていったが、近現代の各体制は修復作業を行い、今日では遺跡の保存状態は良好である。遺跡のインディヘナ住居後トリニダー遺跡の一部ススタバランゲの 教会後へすすでたバランゲは1685年に築かれたイエズス会伝道所である。この伝道所は未完成のまま打ち捨てられたため、教会も土台部分しか残っていない。パラグアイ政府が手厚い修復を行い、世界遺産にふさわしく整備された公園の中に生前問いようを叩たたえて残されている。教会の脇から続く建物は教育施設、作業場と続いており、 裏には自給自足のための畑が広がっていた。教会の向かって左側には墓地が作られていたと考えられている。ヘスースレタバランゲの教会跡この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。